ちなみにどうですか前回。反響はショックなことが2つと、嬉しいことが1つあります。あ、結構あったね。はい、ショックなことって何？あ、ショックなこと、まず1つ目は会社の上司にバレたこと。それは予想できるだろう。いやいや、あの、そもそもこの番組出たのが、こんな、あ、言い方ちょっと悪いですけど、いい意味でこんな番組誰も見ないだろうと思って。どの部分がいい意味なんだ。いい意味ではねえだろ。いい意味なんかねえんだよ。見れば見るほどいいんだよテレビは。まあ時間も遅いし。そうそうそう、いい意味なんかねえよ。そしたら直属の上司がちょうどリアルタイムで見てて、たまたまって。はい、たまたま。たまたま、はい、すごいね、そんなことあんだね。運が悪いな。お前テレビ出てたなと。会社員生活長いけど一番会社に来るのが楽しみだったって。言うのがね。言ってやろうと、お前出てたなんて。僕のデスクのところにこう小走りで来たんですよ。おじさんおじさんなんです。また見てるぞ多分。いいのかリアルタイムでね。びっくりした。でも言われた時は、はい、でもう周りの人もうそれで一瞬で会社の人に広まって、でもうみんなにこうやられて。余計目見れなくないじゃん。いじられる。なんか旗から見て何やってんだなと思って。会社でみんなでデスク。己がやったんだよ。己が持ってきたことだろお前。あれが何やってんの。それが一つ目の勝負。二つ目が、あの視聴者のさんの反応が、僕的にはもうちょっとあのいいというか、あの人の目を見て合わせられない人の希望の光に僕がなれるかなと思って。そういうのがあったんだ。はい、政治性強いね。で放送後ちょっとエゴさしてみたんですけど、したらなんかやばいやつだっていうのしかなくて、なんかちょっとリテラシーないなと思って見てる人。全然それ、それも予想外の反応だろ。いや見てる人のこと言うなよ。やばいやつだ。これがあったかなんて言うやつだ。言ってるやつはそいつもヤバいやつだ。うん、そのね、予想の範囲での反応でしょ。まあちょっとショックだったと自分じゃね。はいはい。それは2つね、はい、2つ。で嬉しいこととしては、あの去年放送前に、ちょっと前に別れた彼女から連絡が来て、オドぜひって関東圏でもやり始めたんだねっていう連絡が来て、はい、それ出ることになったんだっていう話からやり取りをするようになって、でなんやかんやって先日入籍しました。そんな、え、そんなやってんだ。そんなスピーディーに言葉が運ぶ。それ何すごいね。すごいね。だってお別れしたんでしょ。した、はい、3年ぐらい前に別れたから。あ、そんな前に。へえ。へえ。おお。で何なる。まだ決定あんの。あ、もうよくないか。今回は、あの歌が僕あんまり得意ではなくて、へえ、かといって、笑えるほど音痴でもないので。あ、なる、普通ってやつね。普通なんで、だからカラオケとか行ってもなんか微妙な感じになるし、なんで、こんな僕でも自分の歌で人を楽しませたいなと思って、でそれで今回のこの技を考えました。これはあの歌にモザイクをかけて何の曲を歌ってるか当ててもらうってやつなんですけど。何言ってんの。前回からそうだけど君は何言ってんの。そう、反響がモザイクなんてどういうことだよ。どういうことよ。まあ、簡単なんで、もしよろしければみんなで問題出し合って、はいはいはい、やっていただき、はい、じゃあクイズね、当てるの。曲名を当ててください。はい、サビを歌うので、曲名を当ててください。じゃあ、やります。何しに来たんだよ。お前そのなんか何やってんだよ。薬指に指輪つけた手でやることかよ。当ててください。当ててくださいじゃないよ。ちょっとモザイク濃いめなんです。モザイクってそういうこと。もうちょっとモザイク薄くしてよ。薄めで、はい、いきます。歌当てればいいのね。何なのさ、一回一回深呼吸するの何なんだよ。漏れてきてんな。漏れてきてるって。モザイクかかってないところあるって。デジモザすぎるよそれ。デジタルモザイクすぎるだろ。薄いって。もうそういう時代か。ギリギリだからね。
ちょっと見えちゃってんだじゃん。では当ててください。だからあれでしょうな、な曲タイトルなんだっけな、愛してるってやつでしょ、はい、あ、なんだ曲のタイトル、スピッツの、あ、うん、チェリー、正解です。おいや分かんなかったな全然。そう全然分かんなかったな。何これ、簡単なんでぜひ春日さんも、え、問題を、春日が私が出す、あ、みんなで出し合えるという。え、なんだ歌、こうやってやらないんでしょ、はい、うん、いきますよ。それ何なの、一回深呼吸するの、すぐやれよ、すぐやれよ。ララ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 ラ